コーダマリは日本の女優、ダンサー、経営者。東京都渋谷区出身。米国ニューヨーク在住。ダンサー名、コデンス。映画、TV、CM 等様々な分野で活躍中。世界的に有名なヒップホップアーティスト集団、ロックステディクルーに所属。ヒップホップだけでなく、サルサ、ハッスル、ハウス、バレエなどジャンルに隔たりなく。 音楽に合ったパフォーマンスを心がけている。ダンス映画の歴代興行成績を経った一週間で塗り替えたディズニー配給のハリウッド映画ステップアップにザ・ストリートの一般工房オーディションに参加1500人の中から役を勝ち取った彼女は2に出演するだけでなくディズニーから3出演の要望を受けた。以降ステップアップ 3D ステップアップ4レボリューション s t e p アップ5にも同役で出演。同じ役柄で4作連続ハリウッド映画に出演した唯一の日本人である。父親が熊本県出身。東京都新宿区で生まれ、渋谷区笹塚で育つ。10代の頃から独学でダンスを始める。語学習得のためにニューヨークに留学した際、ダンスの持つ魅力に惹かれ始め、本格的にダンスを開始。 プロの道を志すようになる。留学から数年後、世界的に有名なアマチュアエンターテイナーの登竜門、アポロシアター、アマチュアナイトに出場、ダンサーとして年間優勝を果たす。この頃より、TV、CM、PV などに出演するソロのプロフェッショナルダンサーとしての活動もスタートする。以降、有名アーティストの振り付け、ミュージックビデオへの出演、ライブツアーへの参加など、 活動の幅を大きく広げる。2005年、米国内でのヒップホップカルチャーを中心としたアーティスト活動と数々の功績が認められ、女性ヒップホップアーティストとして初めて米国永住権を取得した。2010年、音楽とダンスで心を育て世界をつなぐイベントコーディネートを行う株式会社サンリズムインクを設立。米国でのアーティストのプロモーションや イベントプロデュース、隠しコーディネートを行う。ありがとうございます。